こんばんは。6月25日土曜日、猫ニュースの時間です。先週の猫ニュース、カメラマンのあやちゃんがリリアナウンサーを置いて美味しいご飯の旅に行っていたのでお休みでした。帰ってきた時のお肉とお魚の匂いがしたのですぐ分かりました。お土産もありません。こうやって猫の信頼を失っていくんですよね。皆様もお気をつけください。では早速本日のニュースです。とある重い病気の猫が支援を求めています。こちら病気になったエリザベスさんです。なんだか治らない大変な病気になってしまったらしいです。この病気を治すためには膨大な借り釜が必要とのこと。本人からメッセージが届いています。ギャンギャン、このような形で支援を求めるのは大変心苦しいのですが、ギャンギャン、借り釜があれば治る気がするんです。それもたくさんの借り釜。この治療を続けるためにはギャンギャン、毎日2袋の借り釜が必要なんです。ギャン、お願いします。この病気に打ち勝つために借り釜が必要なんです。このままじゃ全然足りないんです。お願いします。ギャンギャン。なお、借り釜は3袋からの支援でお願いします。住所はここ、金沢城のエリザベス宛にお願いします。この病気を治療することができれば世界で一匹目にこのすごい怖い病気に打ち勝った猫になることでしょう。皆様の支援お待ちしております。次のニュースです。お待たせしました、ビッグニュースです。皆様お待ちかねの LINE スタンプ第2弾が発売しました。早速使ってみた感想が届いています。このスタンプを使い始めてからなんだか調子がいいです。使い始める前と比べて朝の目覚めがスッキリしている気がします。気に入っているのはこの子猫ちゃんのスタンプ。この子猫ちゃん成長したらすごく美人な猫になりそうですね。このスタンプを使い始めてからとにかくモテますね。4年生きてきてこんなに女の子に好きって言ってもらえたのは初めてだと思います。自分に自信が持てました。これからも使い続けていこうと思います。続々と嬉しいお声が届いております。 LINE スタンプは概要欄に URL が貼ってあります。 LINE ストアにてジャックとリリ様と検索しても出てきます。皆様もぜひ使ってみてハッピーな世界を体験してください。以上、本日の猫ニュースでした。毎日毎日同じことの繰り返しの日々。寝て、起きて、ご飯食べて、お昼寝して、寝て、おやつ食べて、お昼寝して、遊んで、ご飯食べて、お昼寝して。けど、それって猫にとって幸せなことねんてね。理由。それではまた来週。Bye!